火星15輸送機律発射機火星14と火星15のロフテッド軌道火星15は朝鮮民主主義人民共和国が開発した大陸間弾道ミサイルである。NATO コードネームは KN-22。2017年11月29日未明、北朝鮮が平安南道の平城付近から弾道ミサイルを発射し、 高度 4475km、水平距離 950km を飛行して、日本海の日本の排他的経済水域内に着水した。ミサイルは、通常の軌道より高い軌道を取る、ロフテッド軌道で飛行し、北朝鮮の弾道ミサイルとしては最高となる高度、約 4500km に到達したが、仮に通常軌道で発射された場合の射程は 13000km で、 あり、北朝鮮のミサイルのうち初めて、アメリカが州国先海岸を含む米国全土を射程に収めた弾道ミサイルであるとされる。この発射の際に周囲にいた軍人が炎に包まれる、事故があり、テレビでそのまま放映され、視聴した住民が衝撃を受けたと報道された。この発射後に北朝鮮は、火星15は、超大型の核弾頭の搭載が可能であり、 国家核戦力の完成を宣言したが、西側からは、実際の発射に際して搭載されていたペイロードは、軽量の模擬弾等であった可能性も指摘されている。ミサイルが3つに分離したことや発射翌日の11月30日に、放送された朝鮮中央テレビの報道で、公開された映像から、火星15は2段式に弾頭部を組み合わせたもので、 上下段ともに直径が同じなので従来より大型大重量の弾頭を打ち上げ可能であること。一段目のエンジンの噴射口は二つあること。発射は輸送機律発射機により行われ、電話は北朝鮮が火星14の発射時に使用した中国の万山特殊車両製の8軸16輪の車両を改良国産化した新型の9軸18輪の車両であること。 噴射炎の直線上の形状と色から液体燃料を使用していたことが分析された。なお発射に際しては電話車両からミサイル部分を分離して直立固定させた状態で発射された。各国の対応、ありがとうございます。